さあ続いてテレセン情報ネットワークのコーナーです。今日は三原市から届いたこんな話題です。新観光スポットが登場。そのスポットには親子の思いが詰まった絶景がありました。春の訪れを告げる梅の花、赤や白などの色とりどりの花が見る人を楽しませてくれます。ここは三原市深町に今月オープンした満潮梅林です。眺めのいい小高い丘には広島市民球場のおよそ2倍、2ヘクタールの敷地内に1000本の梅が咲いています。ここを管理しているのはこちらの浜浦志穂香さん。梅園を始めようと思ったのはこんな理由からでした。ここは昭和41年に父親がご覧のように山林だったところを開墾したわけなんですよ。父親がもう1年ちょっと前に亡くなったわけなんですけど、じゃあもうどうせならみんなに楽しんでもらおうかっていう、そういう思いがありましたので。梅の栽培を始めたのは浜浦さんのお父さん和宗さん。今から42年前に開墾を始めました。その後親子の力を合わせて土地に合わせた品種作りや土壌改善に試行錯誤をして今の梅林に育て上げました。しかしここまでの梅林にするには数々の困難があったようです。ここにある今の品種が実は自然のいろいろ病気とかにデリケートな品種でしたので、これはいけないということで、これを全部ほとんど切りまして、今南高梅とかそういう新しい品種にやり替えたわけなんです。開墾当初に植えた梅の木は今では1本しか残っていません。その木は今年も綺麗な花を咲かせています。ここはちょっと下の道路よりは100メートルほど上にありまして、高台にあります。すごく眺めがよくてですね、お天気のいい時にはウグイスが飛んだりだとかいうことで、園内を森林浴のように、のんびりと散策していただけたらなって、そういうふうに思います。見頃は今週末からで、満開は来週末15日土曜日ぐらいだそうです。今後三原市の新名所として熱い注目を集めそうです。さあその浜浦さんと電話がつながっています。浜浦さん、はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず42年前お父さんが開墾された時の様子って浜浦さんは覚えてらっしゃいますか？はい、実はその時私はまだハイハイしてましたので、よくはわからないんですけれども。ただやっぱりお父さんはかなり苦労されたんですか、当初は？そうですね、ここがですねちょっと湯泥っていうのを取るような赤土の土地でしてね、開墾当初は草の一本も何年も生えないようなそんな状況だったようですね。あ、そうですか。でその開墾当初の梅をね、まだ一本だけ残してらっしゃいますよね、はい、これ何か理由があるんですか？これはですね、やはりもう非常に思いが乗り移ってるのが一本だけで、どういうわけか元気がいいんですよね。そうなんですか。だから今でも本当に綺麗な花を咲かせると、はい、もう今五分咲きでですね、人間で言ったら16歳かなっていう感じですね。はい、ということなんですね。で、はい、それ以外のその梅の花の今の開花状況ってどうなってますか？まだちょっとというんですか、恥ずかしくってつぼみの木もあるし、もういいよっていうんで八分咲きの木もあるしっていうとこで、全体的に言ったら4分か5分咲きかなっていう感じですね。そうですか。となるとやっぱり見頃はいつ頃になりそうですか？はい、そうですね、10日以降15、6日かなっていうふうにも思うんですが、はい、まあ23日過ぎぐらいまで楽しんでいただけるかなっていう感じですね。わかりました、はい、入園料は大人500円、子ども300円となっております。お問い合わせは0848844-1645となっております。浜浦さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうぞまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、さあそれではスタジオ観覧者の皆さんを紹介しましょう。今日は夢プラン健康府中21日だまりの会の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日のテレビ宣言のラインナップです。今日は世界遺産宮島の春の魅力をご紹介します。広島銘菓を使った